はい、皆さんこんにちは。靴磨き芸人の奥野と申します。よろしくお願いします。はい、ということで今回の動画なんですけれども、今回はですね、まずご報告ということで、先日ですね、靴磨き選手権大会の予選というものがあったんですけれども、それに参加させていただきました。そしてなんとですね、そちらの予選に通りまして、来年2月にございます靴磨き選手権大会の本戦に出場することが決定いたしました。よいしょー。はい、ということで本当にですね、会場まで応援に駆けつけていただいた方もいらっしゃいましてですね、本当にありがとうございます。すごい心強かったです。ということで今回の動画はですね、その予選の際に磨いているところをですね、動画で撮らせていただいたんですけれども、その際にですね、どんな道具を使ってどういうポイントに注意して磨いたかっていうところをですね、解説させていただきたいと思います。今回はですね、その1回戦についてお話しさせていただければと思いますので、ぜひお付き合いください。それでは一緒に見ていきましょう。ということで、まず磨く靴に関してなんですけれども、このようにですね、出場者ごとにですね、このように番号が振ってありまして、直前にですね、磨く靴が分かるというような形になっております。まあ、当然ですね、黒い靴があったり、赤い靴があったり、青い靴があったりしましたので、そういったところはね、審査の際に考慮されているんじゃないかなというふうに思います。でですね、予選1回戦に選んだ部分はこちらとなっておりまして、うま毛ブラシ、スペインリムーバー、靴クリームのクリーム1925、豚毛ブラシ、あとワックスが2種類となっております。で、今回こちらをなぜ選んだのかというと、最初にまずこのステンリムーバーに関してなんですけれども、最初はですね、この靴のフルケアっていうのはする予定なかったんですけれども、自分が予選の2試合目だったんですね。で、1試合目の方の道具を見たらですね、多分第1回大会でですね、石見さんが優勝された際にですね、フルケアをして優勝されたっていうこともあるのか、フルケアをされる方がかなり多かったんですね。なので今回自分もですね、フルケアで挑もうと思いまして、ステンリムーバーを道具の中に入れました。で、次に靴が乾燥している恐れもあるので、一応靴クリームを選ばせていただいて、今回の着物、ワックスがけにはですね、2種類のワックスを使わせていただきました。なぜワックスを2種類選んだのかと言いますと、まず1つ、サフィールノワールのワックスに関しては、つま先だったりかかと、そして靴のサイドのところの表面磨きや艶出しのために用いました。そしてですね、M モーグレーさんのトラディショナルワックスに関しては、こちらがですね、伸びが良くて艶が出やすいということを活かしましてですね、こういったつま先だったり、小刃の付近だったり、それ以外のツヤ出しですね、こういった屈曲しやすいところのアッパーのツヤ出し、それに用いました。まあ、1回戦目はですね、つま先だったりかかとはもちろんのこと、この靴全体的を輝かせようというコンセプトのもとに、こちらの道具を選んで臨ませていただきました。さあ、ということでこちらの選択が吉と出るのか凶と出るのかということで、試合の模様の方ですね、見ていきたいと思ったんですが、すいません、あまりにもですね、この予選1回戦緊張しすぎて、まさかのですね、カメラのボタンの方を押し忘れてしまって、試合の模様がですね、途中からになってしまいました。本当に申し訳ございません。いや、本当にね、めちゃめちゃがっかりです。ということでですね、試合の模様の方、中盤からね、見ていただきたいと思います。ここから始まるわけなんですけれども、もうね、残りが6分のところからカメラを押し始めたということで、もうね、うま毛ブラシでのブラッシング、それとステインリムーバーでの汚れ落としと、あと靴クリームのトップも全部終わった状態で、あとワックスをですね、今、ひたすら塗り重ねているところからでございます。いや、本当にね、せっかくフルケアしたので、もう全部見せたかったんですけれども、すいません。最後のワックスのトップのところからということで、ぜひお付き合いいただければと思います。さあ、ということでですね、M モーグレーのトラディショナルワックスを全体的に塗布をし終わった後に、今、サフィールノワールのワックスを靴のつま先とかかと、それとサイドのコバの近い部分ですね、そこに今塗布をしている状態でございます。ということで、このようにですね、塗布をただするんじゃなくてですね、ひたすら靴をこすっていると思うんですけれども、これなぜこのようにこすっているかと言いますとですね、このワックスがですね、新品のワックスなので、まだですね、溶剤だったり水分が全然飛んでないワックスになるんですね。なので非常に柔らかくてですね、ワックスをうまく重ね塗りがしづらい状態なんですね。なのでそのため、こういった指のですね、摩擦熱でですね、有機溶剤だったり水分を飛ばそうと今頑張っているところでございます。で、あとはこのようにですね、テンポよくワックスをですね、まず指で普通に塗布をしている状態でございます。
ということでですね、今回新品の靴にですね、表面磨きを施すということでですね、ワックスが非常に乗りづらいんですね。なのでこのようにしてですね、ベース作りをいかにうまくするかということがですね、かなり重要になってきてるんじゃないかなというふうに思います。やっぱりですね、ワックスを何層も何層も重ねてあげるっていうのももちろんそうなんですけれども、この新品の靴のね、毛穴をしっかりとワックスで潰してあげる、これがね、すごい重要になってくるんですね。このようにですね、ひたすら指で摩擦熱を起こして表面磨きのベースを今作っている状態でございます。まあ、大体皆様はご出演されていて、はい、もう一本やはりということでですね、今はここでは指のひらでですね、ワックスをスタンプのようにですね、ポン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 と塗っている状態になるんですけれども、これ何をしているかというとですね、指でこすって塗るのではなくてですね、スタンプのようにポン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 とワックスを溶くしてあげた方がですね、よりワックスを厚塗りできるんですね。なのでここではですね、練り消しで磨く前にですね、ワックスを最大限塗り重ねようということで、今スタンプのようにワックスを溶くしている状態になっております。はい、ということでここでですね、残り時間を3分弱残しまして、最後ですね、練り消しで磨こうというところでございます。ということで、指にですね、練り消しの方を巻きつけまして、ハンドラップから水を補給して磨いていこうというところなんですけれども、ここでですね、このハンドラップから予想以上の大量の水がですね、出てしまってですね、今練り消しに入りすぎてしまって水分をですね、摩擦と圧力で今飛ばしている状態でございます。さあ、ということで、ある程度乾いたところでワックスを取って今磨き始めでございます。さあ、最後はですね、残り2分ちょっとというところで、最後練り消しでの磨きに入りました。で、ワックスでですね、かなりベースが作られているので、まあ、これくらいの時間でも足りるだろうということで、この時間から最後、表面磨きの仕上げに入りました。で、つま先だけじゃなくてですね、靴のアッパー全体にですね、トラディショナルワックスでワックス掛けをいたしましたので、全体的にですね、水をつけて水溶きをしている状態でございますね。まあ、ただやっぱり一番ツヤを出したいワックスをさらに重ねたいところはですね、つま先だったりかかとなので、つま先だったりかかとを重点的に磨いております。なんか本当はですね、はい、また新品のワックスというその、はい、やっぱり緩い乾燥しないワックスでまったりするというのはやっぱり指の力の入れすぎるとそのワックスでマスを溶かしてしまうというのがあるので、はい、そこはすごくやっぱ難しさだと思います。やっぱり1分20秒ですね、1分20秒最後仕上げをしております。やっぱりですね、何が難しいってですね、やっぱりこのワックスが柔らかすぎるんでですね、あんまりうまくワックスと塗り重ねることができないんですね。そうなんですよ、見ていただいて分かると思うんですけれども、つま先のところをね、主に光らせたいんですけれども、なかなかうまく光ってくれないというところでですね、今かなり格闘しておりますね。ということで、まあ、そんな困難言いつつもですね、つま先だったりかかとかなりワックスを乗せておりますので、最後水取りの時点でですね、かなり光ってきているんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただですね、正直なところ思うように光ってくれなくて、だいぶこの時は焦りましたね。さあ、ということで残り最後20秒あたりのところで最後の仕上げに入っております。いや、本当にね、間に合うかギリギリのところだったんですけれども、焦って磨いております。さあ、マジで間に合うのでしょうか。5、4、3、2、1、終了です。はい、ということで終了ということでございました。いやね、正直なところで言うとね、もうちょっと頑張れたかなっていうところがありますね。最後練り消しで磨くところをですね、もうちょっと時間取ってもよかったかなというふうに思いました。あとですね、ワックスが新品なのでかなり柔らかいので、それをどう攻略していくかっていうのがですね、かなり重要になってきているんじゃないかなというふうに思いました。ということで最後一瞬見えるんですけれども、こうして見るとですね、最後のところはかなり光ってきているんじゃないかなというふうに思います。ということで、つま先かかとをですね、主に表面磨きさせていただいたんですけれども、このね、サイドのコマに近いところ、ここもですね、かなり光ってくれたんじゃないかなというふうに思います。さあ、ということで、いかがでしたでしょうか。ということでね、まずね、前半部分完全に切れてしまって、本当に申し訳ございません。いや、でも本当に緊張しててね、まさかのカメラのボタンを押すのを忘れるっていう失態を犯してしまいまして、いや、申し訳ないなというふうに思うんですけれども、まあ、磨きに関して言えば、正直言うとですね、1回戦の磨きは満足するものが仕上がらなかったなというふうな印象でした。ということでですね、2回戦の磨きの方はですね、1回戦の磨きの反省を生かして、またちょっと違った磨きをしておりますので、次回の動画でですね、そういったところに着目して解説させていただきますので、ぜひお楽しみに。
していただけたらと思います。ということで今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。